はい、渡辺よしです。今回はね、 UDM ストーカーエピック解説の実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これ先ほど 50% オフレアドロップでね、10個オープンして、最後の方でこれ引き当てたんでね、6個目か7個目ぐらいだったと思うんでね、結構運がいいですね。これ追跡に追加されたばっかりのハンドガンの新武器なんでね、これね。まずこれ説明ちょっと読んでいきたいと思います。 UDM ストーカーエピックで、ガンパークがね、狙撃 MOD 狙撃モッド、この武器をセミオートのスナイパーハンドガンに変更する。すごいね。この武器をセミオートのスナイパーハンドガンに変更する。あ、すごいね。これちょっと使ってみないとわからない。これね、スタイルも全然違うんでね、これね、違うでしょ、これで。レディネス、マグが残り少なくなるとリロード速度が上昇、デクスタリティの効果にプラスということで、ね、これレディネス結構強いよ。これリロードするよりはこれ弾を使い切った方がいい。これね、マグがからの説明通りね、マグが残り少なくなるとリロード速度が上昇ということでね。で説明が違うんだ。これ通常はね、レジェンドまでは多分モジュール組み立ての実弾フロート、構造上連射速度は低いが長距離からの攻撃に有効っていうだけの説明なんだけど、これね、モジュール組み、この UDM ストーカーエピックの説明の方はね、ちょっと長くなってるんで、モジュール組み立ての実弾セミオート、構造上軽量だが、で、ここから違うんだよね。スナイパースコープ付きで、スナイパー級のダメージを与えられるってことだよね。おお。なんか先端が長いんで、これね。スナイパーライフルになってんだよ、これね。で、命中率、これはデフォルトなんでね、これ今ね。サイトもアタッチメントも何もつけてないんで。で、命中率がね、68プラス12の80。で、威力が63の15、プラス78。で、射程距離が68の14で82。で、連射速度が65マイナス18の、いくつだこれ。これちょっと計算力ないんで、ちょっとやばいね。47ね。で、機動性が80マイナス12で68ね。どうだろうな、微妙だな。これ連射速度が低くなってるんだね。スナイパースコープ付き、スナイパー仕様になってるんだね、これね。結構でもこれ強いかもしれない。で、その代わり命中率、威力、射程距離めちゃくちゃ長いな、これ。これ強いかもしれない。ね？全然違うでしょ、これ。ステータス。通常の UDM より。これ、ラッキーかもしれない、これ。これ、つい最近追加されたばっかりなんでね、これね。レアドロップ10個でね、出たんでね、これね。10個以内に。レアドロップ10個オープンした時に出たんでね、これ。で、今またダブル武器 XP やってるんで、これね。ちょっと上げるチャンスかもしれない。これ全然使ってないんで。あ、少し使ったかな、覚えてないな。あ、多分使ってないのかな、ちょっと覚えてないんだけど、ね、今日これはね、解説の実況なんだけどね、すぐその後に撮っていくんでね、この UDM。 通常のノーマルのやつはこれで撮ったんだけどね、ボット相手に対戦してみたのプレイ実況をすでに撮り終えてるんだけど、 YouTube にもアップ済みなんだけど、これエピックはまた別物なんでね、これね、同じ UDM でもね。で、スタイルも全然違うでしょ。 UDM ストーカーエピックのを使ってね、ボット相手に2試合対戦してみたのね。チーム戦1試合、フリーフォールの1試合、計2試合のね、対戦してみたのプレイ実況を撮っていくんでね、交互期待ください。よかったね、これ出てくれて。ちょっと使ってみたいな、早く。ちょっと以上にしたいと思います。はい、今回はね、 UDM ストーカーエピック解説の実況をやってきました。あとよろしければね、チャンネル登録のもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。